西軍だけど音がめなし。朝鮮との国交回復に奔走した宋義俊。本当は国書偽造しました。ごめんなさいの巻。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、朝鮮との国交回復に奔走した宋義俊について紹介していこうと思います。関ヶ原の戦いで西軍に参加していた武将の中で、お咎めを受けなかった者は島津義弘くらいのものかと思っていましたが、ここにもいました、宋義俊。なぜ彼がお咎めなしだったかというと、対馬という領地柄、朝鮮との関係が深かったからなんですね。しかしこの方、どうにか国交回復させるために相当な裏技をやってのけたそうなんです。今だったら即逮捕というところですが、何はともあれ朝鮮との国交回復に一役買った彼の人生に迫ってみたいと思います。対馬を支配した宋氏。宋氏は中世からずっと対馬、長崎県を支配していた一族です。この地は山がちで耕作地が少ないため、収入はもっぱら朝鮮との貿易による利益でした。これを宋氏はほぼ独占してきたのです。そんな宋氏に宋義俊は誕生しました。永禄11年、1568年のことです。当時宋氏17代当主宋義重は李氏朝鮮と条約を結び、貿易の利権を得て宋氏の全盛時代を築いていました。しかし彼には実子がなく、親戚筋にあたる男子を養子にしていました。これが義俊の実兄2人にあたりますが、2人とも若くして亡くなってしまいます。そのため義俊が養子に入り跡継ぎとなったのでした。この時彼は11から12歳ほどだったため、実権は義重が握っていたようです。そうこうしている間に、海の向こうの本国日本では豊臣秀吉による九州征伐が始まりました。対馬は今で言えば長崎県、九州ですから宋氏も当然九州の戦国武将として秀吉のもとに参陣するかどうかを迫られたわけです。そして義重、義俊は秀吉への臣従を選び、対馬の地を保証されたのでした。秀吉の無茶ぶりにあたふた。九州征伐の後に小田原征伐を終え、天下統一を成し遂げた秀吉が次に目指したのは大陸でした。最終目標は明でしたが、まず手始めに朝鮮を服従させたいという思いを抱いた秀吉は、朝鮮とのつながりが深い義俊に交渉役を命じたんです。しかしこれがもう鼻から朝鮮国王の三代を要求するという無茶なものでした。そして義俊が、そんな無理と困っている間に頼りの義父義重が亡くなってしまいます。そのため責任は義俊一人の肩にのしかかってきたんですよ。義俊は朝鮮の事情をよく理解していましたから、長いこと明に従ってきた朝鮮がそう簡単に日本に屈するわけもないことも分かっていました。そのためなんとか朝鮮からの使者を秀吉に会わせようと、義俊は朝鮮側に対して、秀吉の天下統一祝いの挨拶に行ってほしいと伝え、どうにか秀吉との謁見にまでこぎつけたんです。しかしこの来訪が朝鮮が服属したという意味だとみなしていた秀吉側との間では見解が全く違うわけで、秀吉が民進興への先導役をしろと頼んでも、朝鮮側は、はあ？という感じだったんですね。義俊が何とかしようとしたことはよくわかります。でも国同士の意向をねじ曲げちゃいかんでしょうと思うわけです。結局これで秀吉は朝鮮への侵攻を決断し、文禄慶長の役へと突入していくことになってしまいました。
文禄、慶長の役での活躍。文禄元年、1592年に始まった文禄の役では、義年は5000の兵を率いて州都小西行長と一番隊に属しました。破竹の快進撃により次々と相手の拠点を落とし、釜山、ついで都ソウルを制圧し、平壌城まで到達したんです。朝鮮を援護する民軍も現れましたが、それも撃退するという活躍を見せました。翌年、4万もの民の援軍に敗れ撤退しますが、その後の碧帝館の戦いで日本軍が大勝利を収めると、民では講和機運が高まり、日本側も兵糧不足の問題が発生したため講和交渉へと入りました。この交渉の中心にいたのが義年と舅の小西行長だったんですよ。しかし日韓双方の条件が食い違い、交渉は難航。二人はなんと国書を改ざんまでして交渉を試みましたが、結局決裂してしまいました。そして慶長2年、1597年、慶長の役が始まります。義年も出陣しましたが、翌年に秀吉が亡くなったため、日本軍は撤退することとなりました。戦後は再び小西行長と朝鮮との関係回復に努めました。和議の書状を送ったり、捕虜を送還したりしましたが、朝鮮の反応はなしのつぶて。対馬は朝鮮との交易で持っていたわけですから、義年としても何とかしようとはしていたんですけどね。舅がいるから関ヶ原では西軍へ。義年は朝鮮との国交回復に奔走していましたが、日本国内といえば朝鮮どころではなくなってきていました。秀吉の没後は権力争いが起こり、関ヶ原の戦いへと突入していったのです。義年はやむなく国交回復を一旦横に置いて西軍へと加わりました。なぜ西軍に就いたかというと、小西行長が西軍だったからなんですね。内心、こんな戦よりも対馬と朝鮮の関係の方が大問題だと思っていたでしょうし、秀吉には結構わがまま言われましたし、正直なところ豊臣家への忠誠なんてあまりなかったような気がしますけれどね。何はともあれ、義年は西軍として伏見城の戦いには参加しました。ただその後の戦は家臣を派遣したのみで、本人は不参加だったようです。そして西軍は小早川秀秋の裏切りによって敗北し、西軍の首脳陣だった小西行長は石田三成らと共に斬首となってしまったのでした。この事実に直面した義年は、小西行長の娘である正室マリアを離縁します。本意ではなかったでしょうが、逆賊の娘を妻にしていれば自分に咎が及びかねなかったからです。それでも実際に西軍武将として参戦してしまったわけですから、ある程度の処罰は覚悟していたことでしょう。命が助かっても改易か流罪かというところ、義年最大のピンチでした。家康の裁定、無罪。しかし意外にも家康は寛大な処断を義年に下しました。無罪だったんですよ。しかも対馬府中藩初代藩主となったんです。西軍に所属しながら何のお咎めもないというのはレアです。島津義弘とかもいますが、彼の場合は本国のお兄ちゃんがうまく徳川方と交渉した結果というのもありますしね。とはいえ、家康が義年に厳しい処罰を下さなかったのにはちゃんと理由がありました。それはやはり義年の持つ朝鮮コネクションだったんですよ。宗氏ほど朝鮮のことをよく分かっている勢力は他にいませんでしたから、これを変えてしまうと江戸幕府と朝鮮との関係に支障が出ることが予想されたんですね。そのため義年は引き続き国交回復という重大な任務を任されたわけです。まず彼は朝鮮から派遣された僧を家康と秀忠に伏見城で会わせ、
ここで約1400人の捕虜を朝鮮に送還することを取り付けました。そして幕府側からの使者として義時の家臣柳川重信らを派遣したんです。またも国書偽造？ところが交渉はまたも難航しました。朝鮮側からは日本の国書を持ってこいと言われると、柳川らはなんと国書を偽造して朝鮮側に渡しちゃったんですよ。もちろんここには義時の命令もあったはず。それにしてもそれはやっちゃいけないと思うんですが、しかし朝鮮側もなんとなくさんくさい国書だとは分かっていながらも、国交回復の方がメリットありということで特にごちゃごちゃ言わなかったんですね。このなあなあ外交、昔だからこそ成立しちゃったわけです。こうして辻褄合わせが行われた結果、慶長14年1619年に日本と朝鮮との間で和平条約が成立したのでした。国書の偽造は国家のためなんてことを義時が思っていたのかどうかはちょっと微妙なところですが、過程はともかく結果が良かったため彼は幕府から評価され、対馬藩は10万石にまで加増されました。そして幕府から独立した期間で朝鮮との貿易が許可されることとなったんですよ。この翌年、義時は肩の荷が下りて力が抜けたのか48歳で亡くなりました。ただ義時の息子義成の時代に国書偽造の一件を過労によって幕府にばらされるという事件が起きたんです。ただ幕府としては朝鮮との交易は対馬藩と宗氏に任せた方がいいと判断したため、逆に過労が流罪となり義成を処分することはありませんでした。しかし義成とすれば相当ビビったことでしょう。父上何やってんだよと思ったかもしれませんね。まあそれでも義時が日本と朝鮮の間を取り持ったことには変わりありませんから、歴史の転換期だったからこそできた技だったわけです。まとめ 1. 対馬を長く支配してきた宗氏に生まれた。 2. 朝鮮を服従させろと秀吉に無茶ぶりされて困った。 3. 文禄慶長の役では活躍したが講和交渉には難儀した。 4. 関ヶ原の戦いが起こり国交回復どころではなく西軍へ。 5. 意外にも家康からはお咎めなしだった。 6. 国書偽造しながらも結果として朝鮮との国交回復へこぎつけた。義時の持つ朝鮮との貿易ノウハウはいわば特殊能力みたいなものだったのでしょう。だからこそ関ヶ原で西軍についてもお咎めなしだったわけです。しかし国書偽造しても結果往来でよかったねとちょっとほっとしたような気もします。今じゃアウトですから。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。